入院していて遠出ができない。そうした闘病中の子どもたちが今日、鹿児島の種子島宇宙センターを見学しました。治療への力になったようです。ここは北海道大学病院の小児病棟にあるプレイルーム。入院中の子どもやその家族が続々と集まってきます。こんにちは。種子島宇宙センターにこのロボットを使って瞬間移動してもらおうと思っています。そのロボットというのがコミュニケーション型アバターロボット。今日行われたのは鹿児島にある JAXA 種子島宇宙センターの宇宙科学技術館にあるこのロボットが子どもたちの代わりに現地を見学するというイベントです。ずぐっと前に進んでみよう。はい、今白いロケット見えています。はやぶさ1号機を宇宙へと運んだロケットです。コントローラーを動かせばロボットは遠隔操作できる仕組みです。子どもたちの様子は手元にあるパソコンのカメラから現地に送られています。操作がちょっと難しそうな様子もありましたが、普段は見られない場所を探索できるとあって子どもたちの表情は真剣です。図鑑で見るより立体的で、すごいもういろんなところを見回したりできて面白かったです。絶対行きたい。閉塞感というか、このね、限られた場所にしかいられないけど、なんかこういう機会があるとなんかどっかに行った気分になりますしね。治療が中心の生活で出かけられない子どもたちと家族にとって、今回の経験が早く治して退院するという力に変わったことは間違いないようです。モニターを見てるこの子どもたちなんか瞳がすごい生き生きとしていたのが印象的だったんですけど、平野さんどうでしょうか、こういう取り組みは。僕自身も小学校1年生の時に、2年生の時か、1ヶ月以上病院に入院したことがあって、はい、もうその時ってやっぱりすごく暗い気持ちにもなりますし、外にも出れないっていう状況の中で、やっぱりこういう機会があるとなんか前向きにもなれますし、今後の治療にもですね、いい影響を与えるんじゃないかなと思いますね。そういう時ってあれですか、一気になんかこう社会がもうすごい狭くなっちゃうから。すごい狭いです。もう僕だけ世界を知らないみたいな、この寂しさが出ますね。近藤さんどうでしょうか。そうですね、自分自身も子どもの頃のこういう体験ってすごく印象深く覚えているので、子どもたちにとってもすごくいい体験だったと思いますし、親御さんも入院っていうどうしようも、ね、ない環境だけど、どこにも連れてってあげられないっていうことを心苦しく思ってる方も多いと思うので、本当にありがたい取り組みですよね。家族のためにもなりますね。今回宇宙っていうテーマでしたけれども、本当に何でもいいので、この何かに打ち込んでる時間、少しでもこう痛みとか苦しみを忘れる時間ができればいいなっていうふうに本当に心から思いますね。そう考えるとこういう通信の力とかね、ICT の力ってなんか偉大だなって大きいですよね。北大病院では今後もこうした取り組みを続けていって、治療に役立てていきたいということです。